シーターワカ王国は、正論島の中南部にあった王国である。1521年に、コーテ王国が内紛により分裂し、シーターワカ王国は独立した勢力の一つになった。さらに70年の歳月をかけ、正論島の大部分を支配するようになった。シーターワカは1505年に、正論島に到達したポルトガルとも激しく戦った。 軍事的成功にもかかわらず、シーター和歌は安定しなかった。繰り返されたポルトガルとの激しい争い、及び一度は征服したキャンディ王国領域で繰り返された反乱のためである。その後、1593年に最後のオーラージャシン派一世が亡くなると、間もなくこの王国は滅亡した。15世紀に建国されたコーテ王国は、正論統制部の大国だった。 特にパラクラマバフロクセイの時代には、島内の統一を果たした。その後、1467年に島北部でジャフナ王国が独立し、1505年にはポルトガル人が島に到達し、コロンボに拠点を築き始めた。島東部ではキャンディを拠点とする、後のキャンディ王国が独立の動きを見せていた。1521年、ウィジャヤバーフの乱と呼ばれる事件により、 コって王国の王ウィジャヤバーフ六世は、彼の三人の息子により殺害され、王座と国土は彼らによって分割された。長兄、ブバナイカバフは、王国主要域とコっての王位を受け継ぎ、時兄、パララジャシンガは、ライガマ王となった。三人の中で最年少の王島やドゥンネは、おおむね現在のサバラガムワ州に相当する地域を得た。これが、シーターワカ王国の起源である。 国土はおおむね丘陵地帯にあり、海へのアクセスはなかった。首都シーターワカは、現在のアビッサウェッラで、標高およそ300メートルのジャングル内の丘陵にあった。王国の分裂後、コーテオ、ブバナイカバフは、シーターワカとの闘争を視野に、ポルトガルとの協力関係を結んだ。シーターワカ王国は、インドのカリカットと結んでこれと戦った。 シーターワカ王国は1537年、1539年、1543年と凍って王国に侵攻したが、いずれもポルトガルからの援軍に阻まれた。この間、1538年にシーターワカ王国は南のライガマに目を向け、これを征服した。凍って王国に対するポルトガルの影響力は強まり、1551年にわずか10歳で王位についた。 ダルマパラが1557年にキリスト教に改修したことでそれは一層明らかになった。この結果、シーター和歌王国に仏教徒多数が亡命し、対立は深まった。ことに最重要の遺物である仏祈祷が持ち出され、シーター和歌王国のラトゥナプラの寺院に収められたことは象徴的であった。しかしながら、この年に行われたシーター和歌の信仰も、 ポルトガルによって阻まれた。後手の反撃は1562年に行われ、コロンボから遠征軍が派遣された。しかし、遠征軍は、マラリアワの戦いにおいて、マヤドゥンネ王の息子ティキリバンダラ率いるシーターワカ軍に敗れ、ポルトガル人多数と数千の現地兵を失い、壊滅した。その結果、マヤドゥンネとティキリバンダラは2正面作戦が可能になり、 1564年からコーテとコロンボの両方を包囲した。コーテ王国の国土の大部分はシーターワカ王国によって制圧されたが、コロンボを含む沿岸部のポルトガルの要塞はカイロからの支援を受けて持ちこたえた。この結果、ポルトガルは王国に対して牽制攻撃や消耗戦を仕掛けることが可能だった。1580年にダルマパラ王が自分の死後にコーテ王国は、 ポルトガル王に依存されると宣言したことで、ポルトガルの影響力は最大となった。マヤ・ドゥンネ王は1581年に亡くなり、息子ティキリ・バンダラがラージャ・神ン一世として即位した。1582年、新しい王は東のキャンディ王国に侵攻して征服し、北のジャフナ王国と南のポルトガル領を除いたスリランカほぼ全土を制した。キャンディ王、 カラリアーテ・バンダラは、トリンコマリーに逃亡したが、その後、天然痘で亡くなった。王の赤い娘、クスマサナデビは、ポルトガルの非語化で洗礼を受けて、ドナカトリーナとなった。ポルトガルは、彼女の名のもとに、キャンディの王位を、以後十年にわたって主張した。さらに、キャンディの支配を任された総督ビラスンダラ、ィアンセの反乱も、事態を混乱させた。放棄はされ、 ヴィラスンダラは殺害されたが、彼の息子のコナップ・バンダラは、ポルトガル領に逃亡した。コナップは、キリスト教に改修して、ドン・フアンデ・アウストリアとの先例名を名乗り、シーター・ワカ王国との対立を続けた。ポルトガルは陰謀を巡らせ、1583年から1587年の間に、ラージャシン・ハオの宮廷に激変をもたらした。 多数の貴族が裏切りを告発されて処刑された。最も大きな変化は敵と通じたとして仏教像をラージャシンハオが溺死するようになったことだった。寺院は破壊され、スリーパーダもヒンドゥー教の僧侶たちに捧げられ、ラージャシンハ自身もヒンドゥー教に改修した。多数の離反者が高知地帯に逃れた。凍って王国では、 ダルマパラオの1580年の起進が1583年11月4日に正式に宣言された。ラージャ神派はヨーロッパ人への対抗の努力を倍増させ、1587年におよそ5万の不評に加えて、戦争と騎兵、それに現地で生産した多数の大砲からなる軍を編成した。この軍でコロンボを22ヶ月にわたって行為した。しかし、 シーターワカは海軍力を欠いており、ゴアから船で運ばれるポルトガルの補給を遮断できなかった。カリカットの政策転換もあり、かつての南インドでの反ポルトガル同盟を復活させる望みも立たれた。ラージャシンハは内陸部の政情不安に対応するため、1588年2月にコロンボ行為を断念した。ラージャシンハの治世の晩年は防衛戦に費やされた。 1591年にポルトガルが北のジャフナ王国に侵入したことで、これはさらに困難になった。翌年、ポルトガル軍がキャンディを一時的に占領したが、これは撃退された。しかし、その後まもなくコナップ・バンダラがキャンディに帰還して新たな脅威となった。コナップは仏教に改修し、ドナカトリーナと結婚することでその地位を正当なものとして、 ビマラダルマスリアの名のもとにキャンディ王となった。1593年、バランとマウェーラでラージャシン派は敗北し、キャンディ王国の独立は確実なものとなった。翌年、ラージャシン派は亡くなった。ありがとうございます。